上原浩二の雑談魂。雑談魂。上原さん、今日ね、はい、お疲れのところ。いや、疲れてる。やるちょっと待って。やる気出すよ、やる気出すよ。すいません、そんなにやる気出してもらわなくても大丈夫なんですか。何その言い方。どういうことそれ。いや、心を癒してもらいたいなっていうような、うん、いいね、はい、なんか癒しトークしてくれんの。いや、癒される企画ですよね。癒される系ですよね、多分。あ、じゃあ癒して俺を、はいはい、癒して。いや、多分上原さん求めてるのもちょっと違う。違うなんか違う気が。違うんだ。なんか違う。いや、今日は、はい、もう雑談魂、うん、ね、おかげさまで買ってくれた。またすぐ商売の方に、うん、いや、多分夜見てるから、うん、この辺までビール入れてこう飲みながら見てくれてるよ。はい、はい、ね、ぜひぜひぜひね、そう嬉しいですよね、はい。たくさんのゲストの方にも来ていただいてます。はい、うん、で、そのゲストの皆さんの名言を、ゲストの、はい、まあ、あと上原さんもですね。あ、俺も、はい、うん、振り返っていこうじゃないかという、そんなほっこり企画です。ほっこり企画ね。はい、なんで、そんなうっしゃーって肩を回すような企画ではないので、ないね、はい、ご安心ください。じゃあ、はい、ウォーミングアップしてください。はい、行きましょう。じゃあ、雑談魂名言集、うん、皆さんもあのシーンを思い浮かべながら、まだ見てないという方は、でも作ってから何年？1年、2年、1年半くらいですか。1年半ぐらいか。アメリカスタートだもんね、確か。チャンネル作りますっていうコメント取ったの、ああ、ボルチモアだよ、はい、自宅で。そうだ、そう、はい、自宅 で, でそれから私が合流したのは3月からでしたかね。そうだよね、なんかマリエちゃんが入ってからちょっとグッて伸びたよね。やっぱ男性ファンはやっぱ女性がいないとダメなんだよね、本当に。インセンティブもらえる系ですか。いや、なくて、みんないつマリエちゃんが脱ぐんだと。そっち、そっち。それを待って、この間も週刊誌出てたやんか。芸能にねえ、はい、で俺袋閉じかなと思って期待したのに。また LINE 来たんですよ、上原さんから。ついに脱いだのって。そう、袋閉じかなと思ったら全然違うやん。ついに脱いだのって来たの、うん、まだ脱いでませんって。もうそこだけスクショしてもうツイッターにつぶやいてやろうかと思いましたよ。いや、なんだ、まあ、せっかく週刊誌なんだから、はい、野球のグローブの匂いの話をしました。なんだそれって。グローブの匂いを嗅ぐと落ち着くんです。うん、まあ分からんでもない、はい、いいですよね、あの皮の匂いは。確かに、いつか上原さんのグローブの匂いも嗅がせてください。全然いいよ。本当嗅いでみたいんですよ、うん、上原さんのグローブ、はい、ちゃんと磨いてるから俺。はい。これは迷う方の名言ですね。じゃなくて、はい、もう皆さんも印象に残ってるであろうシーン集めてみましたので、うん、いきましょう。では一つ目の名言。どんな言ってんの。もうちょっと打たれないと思った。ああ、吉野部ね、はい、俺が現役終わって、そうだね、はい、対談した時にね、はいはい、どうですか、ね、今だからこそのトークだったわけじゃないですか、はい、でまた、いや俺もう打たれないと思ってた。自分もそういう気持ちを持ってる上で、うん、また今だから言えるけどというので、はい、吉野部さんから直接言われてどんな気持ちになりましたか。うん、その通りだなと思った。納得。納得です。納得。納得です。はい。もうね、今ね、ありましたね、そういうのもね。そうですよ。でも吉野部の会ってやっぱ吉野部が初めて出たって言ったんだっけ、はい、あの時にね。はい、まあそのおかげもあって吉野部の会ってすごかったやんか。すごかった。再生回数だって100万超えてるのが。いや、200万超えてるのが1個あるでしょ。そっか、2つあるんだ。2つあんのよ。やっぱりすごいですね。やっぱ吉野部ってすげえな。いや、女性の登録者数も増えましたし。あ、そうやね。なんか 9.5 対 0.5 が8対2ぐらいになったの、うん、いや、そうですね。あれ 2% が 5% になったみたいな話ですね。うん、はい。2% が 5%。はい、2.5% が 5%。いや、でも倍ですからね。倍以上やもんな。そうですよ。あ、吉野部、じゃあもう一回呼ぼうよ、吉野部。あ、そうですね。5% を 6% にしようよ。あ、どう。使いますね、吉野部。あとでちょっと LINE するわ。お願いします。上原さん、本当に LINE しますか。なんでしたらあかんのか。マメなんで、上原さん、はい、じゃあ続いてこちら。あ、球遅いのって。あれ誰の時だっけ、山本昌さんとか。あれ、石川君のことも言ってなかったっけ、ヤクルトの。そうそう、そういうのがちょっと苦手っていう感じで言ってたよね。そういう、こうお互いの苦手と
得意っていうのは話をするんですか？吉野美と現役の時してましたか？いやいや全然そういう話はしてないと思う。上原さんの印象どうでした？その球遅いタイプ苦手だって聞いてる。いやそんなの全然ね、まあ普通の意見として、うんうん、ボールが球が遅いっていうことは、うん、打ちやすいんじゃないかなってイメージあるでしょ。まあ一般の方はそう思いますよ、うん、私もそう思っちゃいます。で俺もそう思ってたわけよ、うん、でもマサさんとかも石川君もそうだけど変化球がすごいのよまずね。あでコントロールもいい、うん、で球が遅いからっていうあの絶対打たれるわけじゃなくて、うん、遅いなりのこう何か他のもので補ってるっていうところで今やっぱプロ野球選手だなっていうのはすごい思うよね。だから速球派と技巧派って分けたらまさにその技巧派のタイプの方ってことですよね、うんはい、そうですね、うんうんうん、だから球が速ければいい、まあ、速いのはもちろんいいよ武器だけど、うんうん、それだけじゃないよっていう ね、 うねプロの世界っていうのはプラスアルファですよね、はい、うん、じゃ続いて1試合に2本も打ったことないだろう、これ覚えてます？あれだよカードゲームの時だね。そうです、プロスキー対決です。清宮君だ。そうですそうですそうです清宮君早くちょっと1軍の試合で2本打って、いや本当打ってほしいですよ ね、 ね、ほんならこれが取り消せられることになるから。そうですね、うん、本当にあの中田翔選手もね、はい、巨人にちょっと移籍しちゃったから、はい、チャンスっちゃチャンスなんだよ。そうですよね、清宮君のチャンスなんだけど、うん、まだちょっと一軍に上がってないでしょ、うん、まあ、早くちょっと一軍で2本ホームラン打ってほしいな。そうですね、そしたらね、うん、その時にまた由伸さんに、ね、呼んで由伸にちょっと謝らすと、ね、清宮君清宮選手に対して返してこう謝ってくださいって言ってね、ね、そうですね、うん、あのそのこの言ってるシーンをリプレイ再生何回もかけた上での打ちましたよみたいな感じでね。そう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 、そうですよ。でっていう、あいいね、あいいです。謝る由伸さんちょっと見てみたい。謝る由伸は俺も見たことないな、あんまり。素敵なんだろうな謝ってる姿も。何でも素敵っていう思ってる。いやなんかあごめんなさいってあのキラーンってあの刃見えるだけでなんか、うん、いいですって浄化されそう。はいもうじゃあ次行って、はい、もうちょっと妄想させてくださいよ、それ家帰ってやってさあ続いてこちら、本当にシーズン中も取ってよっていうキャンプ中の、うん、はい、ストライクゾーンの話ですね。ああそうです、ストライクって言ったところが、はい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 、えそこも取ってくれんならそれシーズン中も取ってよねっていう、はい、それはキャンプ中のピッチャー陣みんな持ってると思う本当に何なんでしょうね、なんかどんどん小さくなっていくから、これ審判の方に聞いてみたいですよね。あ審判の人一人一回ね、うん、読んでこう聞くっていうのもありかも、ね、聞いてみたい。だってもうもうだから引退されてる方の方がいいんじゃない、あ現役の審判と呼ぶよりもストライクのコールの仕方だってみんな特徴あるじゃないですか、うん、とは実際にじゃあなんか研修でどういうことをやってるのかとか、うん、シーズン前に今シーズンはこういう方針でいきましょうみたいなことをやってるのかって気になりますよね、うん、あと何か事件が起きた時にそういう事案に対してみんなでどういう対策を練ってるのかとか、ルールブックとかっていうかそのルールをちゃんと審判の方も覚えとかないと、うん、ストライクボールの判定だけじゃないじゃないです か、 そうです、ね、なんか球場になんかいろんなことが起こるわけだから、公認野球規則を多分全て把握してる方ってことですよね。いやしないとダメなんですよ ね、 ね、うん、いろいろ奥が深そうな、いやいや審判も大変だと思います本当に。もう選手でも知らないルールみたいなテーマでお話聞いてみたいです、ねうん、まあ、あと審判ってあんまり褒められることってないでしょ、まあそうですね、文句言われることは結構多いと思うけど、うん、だそういうストレスっていうのはすごい溜まってると思うし、一回松田さん丁目のアブさんで現役の審判の方と席が一緒になったというか、うん、はい、あのいらっしゃってお話聞いたことあるんですけど面白かったです。じゃあ今も現役、今もいらっしゃいますね。あ現役だ、はい、あじゃあ呼べないね。そうなんですよでやめた方でちょっと本当呼んでみたいな。いやもしご覧になってる元審判の方いらっしゃいましたら、元プロ野球の OB でね、元プロ野球の審判経験者の方いらっしゃいましたら、はい、雑談魂の、まあ、出てもいいよっていう、ね、そうですね、うん、出てもいいよっていう方いらっしゃいましたら、あの、はい、スポーツバックスで、はい、あのホームページであのカタカナでスポーツバックスと入れると出てくると思いますので、うん、そちらにメールお願いします。いやいやぜひぜひそれはさあでは続いてこちら、ね、ああそれ俺結構好きやった、ああ YouTuber がツーベース面白いもう面白いこの宮本さんは本当面白い本当にね、うん、あこれも面白かったね、有志鉄線の男、はい、水野さんのことね、ツイッターに
初めあの告知をするときにキーワード有刺鉄線って入れたんですけど、うん、そういえば考えてみたら有刺鉄線って人生で初めて書いたなって思いました。だって書くことないですよね、有刺鉄線って確かに、ね、会話でなんか発することもないないね、はい、うん、なんかへえ昔はそういうのが多かったってことなのかな、ね、なんかすごく、うん、はい、初めての経験、はい、これね最後ハウスドゥこれ俺もほんまに外人かと思ったもん、ね、最初まさかのレポートラン外国人選手でハウスドゥっていたかなと思って、いてもいそうな、いやいそうな名前やんか、ね、すごく地層ですよね、うん、ハウスドゥね、いいとこでマキさん、ね、本当面白いわ本当にね、はい、こういうネタはいっぱいあるんですよマキさんは、はい、まあまあまあでも上原さん、はい、あのこれはですねぜひあのあなたが好きだと思った、うん、あの名言をああ見てる方が、ね、コメント欄に書いてください。これからももっとちょっとね OB の方呼びたいし、うん、まあ、現役選手はちょっとね難しいとは思うんで、まあ、オフにもし球団が OK 出してくれればね現役選手もありだと思うけど、 OB で呼びたい人とかまだいっぱいいるでしょ。え、上原さんが会いたいな呼びたいなと思ってる方今もし言える範囲で村田新一さんでしょ。おお、いやそれこそ斉藤さんを読んだら三本柱が完成されるわけだし、うん、あとは稲葉さん、お会いしたいです。お会いしたい、まあ、あとはでも広島の黒田さんとかね、おわ会いたいでしょ。あの、うん、専修大学の大先輩に、うん、そう会いたいし、松井秀喜さん、ちょっと俺自分でカメラ持って行ってニューヨーク行ってこうかな。どうですか。一人でも。でもそれ松井さんに会いに来ましたって。行きたいです。突撃、うん。実現させてくださいよって言って俺が全部交渉するんだよね。大体ね。ラインで。そう、大体俺が交渉してるからね。ラインで決めてますか。そう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 。上原さん自身がねいろんな方とやっぱりこう仲良くされていて。はい、ね、連絡も自分でしちゃうしっていう、はい、いつかまた剛さんお願いします。いや剛もだから連絡したのよ。ほんならオフ出てって言ったらあいつ東京おんのって言ったらあの時福岡にいるって言って、あ、いやそれ、あそれちょっとあれやなっていう、それこそオフの時にもうタイミング合えば多分 OK 出ると思いますよ剛は。いや剛も昨日も連絡したもん俺。え、何を連絡したんですか。その北海道行った時に、うん、あいつらの時代の何年組か分からない、あの甲子園出た時のネット甲子園的なこう雑誌があったの、はいはいはい、で年代的に剛そうやろ、ひちょりもそうやろ、あ甲子園の星、そう、はい、あれ、まあ、甲子園の星じゃなかったと思うけど、うん、そういう雑誌、うん、で写真があったんです。それこそ社長も写ってたの、うん、で連絡先知ってるやつのこう写真撮って、あなんか剛がなんかこうやってたのね、うん、で俺が一言自分で文章作って、ああ気持ちいいって送ったの、写真付きで、ね、そう、だからこれ上原さん違うんですよっつって、あのよしって言った時の表情だったと思いますみたいなので、うん、帰ってきた返事が、うん、浜田高校時代に、そうそうそう、でひちょりでしょ、で加藤健にも送ったし、その雑誌に載ってた、松坂大輔にも送った、でみんな返事返ってきたよ。本当ですか、うん、全員返ってきた、みんな豆でいい方たちですね。結構ね俺そのあいつらって1980年生まれか、はい、繋がってんのよね。剛呼びたい。でもぜひぜひお願いします。はい、呼びたい。嘘。え待って嘘。えどこに支払い、何をどう支払えばいいんですか。事務所事務所。いやおかしいでしょ。いやね剛が本当にこっちにね東京に来てくれるからね。うん、まあ、いろいろまた振り返り系もちょこちょこやりましょう、はい、まあ、それがあのチャンネルが続いてきてるっていう証になるんで、はい、はい、こんな感じです今日は。え、締めはこんな感じで締めるの。じゃあなんか締めの言葉、名言を一言、ノーパンノーブラ。最悪。